こんばんは、ハムオです。今回はこっちが真の年始必読お知らせ参戦っていうところでお話ししていこうかなと思います。昨日ビジョンカードのお知らせが更新されて、なんとダークバハムードだったんですけど、今回はこちらに関して考察していこうかなと思います。昨日出たお知らせ3つに関して、考察をした後まとめて形でお話ししていければなと思ってます。2023年の、年始キャラクターとして運命の翼シュテルが実装されたんですけど、シュテル用のビジョンカードはさすがにダーク召喚獣はないよね、ないよねっていう風に、予想してたら、ダークバハムートが来ましたね。なんてこったってところで、課金圧がすごいですね。年始のシュテルも、ダークバハムートも 0.4% ってところで、普通の人には、厳しいんじゃないかなと思います。すごいどうでもいいんですけど、幻影戦争ってもちろんファイナルファンタジーなので、ファイナルファンタジーに登場する歴代の召喚獣が、実装されてるわけなんですけど、すごい個人的に僕イフリートとバハムートがすごい好きなんですよね。 FF10 が好きなのでアニマとかバルファーレも結構好きなんですけど、いろんな FF に出てくる召喚獣としては本当にこのイフリートとバハムートがめっちゃ好きで、正直アニマとバルファーレもその性能というよりは召喚獣がすごい好きだったから当時引いたって形で、この前のダークイフリートも、性能ももちろんそうなんですけど、結構イフリート自体が好きなんでね、引いたっていうところは大きいんですけど、バハムートどうしようかないやーめっちゃ欲しいですね。バハムートっていうだけで欲しいんですよね。はい。そんな理由で、引く人は、いないとは思うんですけど。はい。というところで、好みでね、引く人はあんまいないと思うので、性能考察していこうかなと思います。久しぶりの属性 VC になりますね。発動条件が、光属性と闇属性になってます。パーティーアビリティが斬撃攻撃アップ35、獲得 AP アップ25、範囲耐性15というところですね。限定付加能力として光属性闇属性限定で攻撃アップ 10%、 範囲耐性10というところになってます。やっぱりダークシリーズだけあって、かなり強いビジョンカードかなと思います。ちなみにダーク召喚獣に関しては、ダークイフリードだったりダークオーディン、ダークテトラ、ダークラムーってあるんですけど、ビジョンカード自体のステータスがめちゃめちゃ高い傾向にあるので、精神、運、器用さなどなど、いろんなパラメータが上がることが特徴なので、今回のダークバハムートもめっちゃ高いステータスになるんじゃないかなってとこですね。で、今回のダークバハムートは本当に強いかなと思ってて、まず、斬撃アップってところなんですけど、光属性、闇属性、非常に斬撃キャラクターが多いかなと思ってます。やっぱり FF っていう性質上、ヒーローサイド、ヴィランズサイドのキャラクターで、斬撃キャラっていうのが集まりやすいんで、対象範囲が広いのはいいことかなと思います。個人的には斬撃貫通が良かったかなとは思うんですけど、闇属性はアニマと被るしなっていうところですかね。獲得 AP アップは直近のキャラクター、シュテルとかセフィロスとか、その辺のキャラクターには相性がいいと思うし、物理キャラクター、魔法キャラクターどちらにも効果が乗るっていうところで、汎用的な効果ではあるかなと思います。個人的にダークバハムートの一番強いところは、物理に魔法1が組みやすくなるところかなと思ってます。ここは後で触れますね。で、幻影界ではかなり強い能力である範囲耐性っていうのを持ってて、付与効果でも範囲耐性が漏れるので、直近の強いビジョンカードの条件も満たしてるし、光属性、闇属性どちらにも使える範囲耐性っていうところで、かなり強いかなと思います。で、ここから予想ではあるんですけど、やっぱダーク召喚獣なのでビジョンカードのステータスは高いと思いますし、思った以上に素早さだったりとか、こう運、器用さとかが上がるので、装備してる本人が強くなるってところもメリットですし、ダーク召喚獣、元召喚獣どちらを考えても、ダークバハムートっていうのはもう絶対強いだろうって予想できますよね。で、物理に魔法1は組みやすくなるってところなんですけど、これは前から僕言ってるんですけど、結構こうビジョンカードを受けるときに素早さ、単体耐性、範囲耐性、攻撃魔力、HP っていうのを結構僕はメインのパーティーアビリティにしたいなと考えるんですけど、それで言うとやっぱり風属性と水属性って本当に強いなと思ってて、全部は見ないですけど、素早さ、単体耐性、範囲耐性、HP とかをメインに持ってきつつ、サブで素早さも上げれるし、攻撃だったり HP も上げれるっていうところで、
かなり強いビジョンカードが揃ってるかなと思います。水属性に関してはリヴァイアサンをウィンターホリデーにすることで物理1魔法2にもできるってところでカスタマイズ性があってより強いかなと思ってるんですけど、闇属性と光属性に関して並べるとまあこんな感じになってて、結構その貴重なビジョンカードが魔力寄りなビジョンカードが多いんですよね。やっぱり汎用的なパーティーを作ったりとかいろんなところに行くってところを考えると、単体耐性、範囲耐性、素早さっていうのをやっぱりメインのパーティーアビリティにしたいかなと思うんですけど、闇属性光属性でそれをしようとするとどうしても物理1の魔法にしか、まあ、ちょっと難しい環境ではあったんですよね。闇属性で言うと優秀な相棒と、素早さアップの黒バラ VC、 光属性だと単体耐性のバハムート、範囲耐性のジェイダン VC で、まあ、魔力依存だったんですけど、やっぱり幻影戦争ってゲームはもちろん物理1魔法2っていうのも多いんですけど、物理2魔法1の方が、まあ、なんとなく、多いかなと思ってて、ちょっと使いづらいなだったりとか、完璧にはできづらいなっていうの、まあそれでもね十分闇属性は強いんですけど、で今回のダークバハムートが加わることによって物理寄りの範囲耐性のビジョンカードっていうのがまあ登場するって形になるので、物理に魔法1も組めるし物理1魔法2も組めるっていうところが光属性闇属性の、まあ、パーティーの幅を増やすという意味で、かなり重宝するカードになるんじゃないかなと思ってます。こんな感じで闇属性光属性ともに、まあ、物理1魔法2物理2魔法1っていうのを、まあ、どっちも組めると思うんですけど、まあ、どちらも、ストレスなく、強いパーティーアビリティで組めるってところが、今回一番のポイントなんじゃないかなと思ってます。で今回のダークバハムートは光属性と闇属性両方に使える、属性 VC にはなってるんですけど、まあ混色で使うことはないかなとは思ってます。まあ理由としてはやっぱり単色の方がビジョンカードだったりとかマスターアビリティ的に、まあ、強いことが多いっていうのももちろんですし、他属性と違って罠編成にならないんですよね。光属性と闇属性って、まあ、ミラーみたいな感じなので、まあ、攻撃も2倍だし食らうのも2倍だしってところであんまり罠っていう概念がないんですよね。ダークオーディンとかダークイフリードだと、まあ、ベリスの裏にペレーネ置いといたりとかユフィの裏にライトニング置いといてみたいなことができるんですけど、というところでダークバハムと非常に強いビジョンカードだなと思うんですけど、召喚獣はもっと期待できるんじゃないかなと思ってます。ダーク召喚獣がオーディン、テトラ、ラムー、イフリートと4体出てますけど、まあ、基本どれも強いと思いますし元の召喚獣の対比になることが多いかなと思うので、今回もダークバハムとの性能はある程度予想できるかなと思ってます。既存のダーク召喚獣はこんな感じですね。オーディンとテトラに関しては完全にまあ逆っていう感じになってて、ラムーとイフリートは逆って形ではないんですけど、まあ、新しい要素が盛り込まれてたりとか、対戦の部分が変わったりところで、まあ、どれも強い召喚獣になってるかなと思うんですけど、やっぱりバハムートは、オーディンと同じ感じで元々の召喚獣もめっちゃ強いので、ダークバハムートになったらこうよりこう魔力寄りの汎用召喚獣が増えるので、これは非常に、まあ、無比課金の方からするとありがたいなって思います。いやそもそもダークバハムート引けねえよっていう話があるんですけどね。元々のバハムートが魔力アップ、ヒトキラー、魔法耐性、打撃耐性で、まあ、高い素早さってところで、どんな魔法アタッカーにも、使える優秀な召喚獣なんですけど、まあ、ダークになることで、まあ、僕の勝手な予想ですけど、まあ、命中が漏れたりとか同じくヒトキラーがあったりとか、魔法耐性とかはいくつか持ちつつ、ダークイフリートであった、最近欲しいリアクション素子っていうのを、まあ、持ってきたりするとかなり強いんじゃないかなと思ってますね。まあ、実際召喚獣がどんなボードになるのかっていうのは実際の性能を見ないと分かんない部分なので、まあ、ブラッドレイと、同時に実装されるのでまた動画出していこうかなと思います。今のところ僕は、引きたいなと思ってるんですけど、石が足りるかまだ計算してないので、っていうかまあ多分足りないんですけど、なんとかかき集めてこようかなと思います。続いてキングブラッドレイですね。ブラッドレイに関しては、年末に出た放送から何も追加情報がないのでさらっとなんですけど、メインジョブがアメストリス大統領、サブジョブがミッテートトリックランサーのコスト100の土属性のキャラクターになってます。
密偵からはシャドウダンス、トリックランサーからはバリアブレイクランスが持ってこられますね。お知らせで出てる技とかリミットバーストもまあそのままって感じですね。リミットバーストはシンプルに強そうだし、2連割はまあアビリティで防御貫通上がる系なんで、まあ、大体バフで30、サポアビで40になることが多いので、まあ防御貫通70以上は硬いんじゃないかなって予想が立てれますね。最後のバフは先制リアクションなんでまあ強いでしょうってところですかね。一つ耐性と射撃耐性上がるんですけど、まあ、最近は斬撃と魔法が多い気はするなーってところぐらいですかね。こちらは民営放送のまとめで書いたのものと全く同じなんでさらっとなんですけど、載ってない情報としては、まあ、ガッツ持ちだったりとかリレーズ解除も持ってたりとか、物理バリアをおそらくメインジョブでできるようになったりとか、必中はないけど命中が高いみたいな、まあ、そんな感じのキャラクターになってますね。で事前情報からまあ、物馬バリアとガッツである程度の耐久は約束されてると思いますし、斬撃防御貫通どちらも高いっていう風なコンセプトっぽいので、まあ、割とセフィロスみたいな感じのメインアタッカーになってくれるんじゃないかなとは思ってます。ハガレンコラボの後半のビジョンカードが、まあ、土属性の属性 VC だと思ってたし、ダークバハムートとかも予想外だったんで、まあ、ちょっとね、ブラッドレイ引く人も少なさそうだなとは思ってますけどね。まあ、ブラッドレイに関しても実際出てみないと分かんない部分が多いので、まあ、ダークバハムートと一緒に、動画を出そうかなと思ってます。最後、兄弟と絆を結ぶものっていうところで、こちらに関してはブグ VC になってて、メインジョブが剣、カッコ、ナイトなど、拳、メイスを装備可能ってところですね。パーティーアビリティがクリティカル発生率アップ30、クリティカルダメージアップ20、攻撃アップ50、付与効果が攻撃アップ10、素早さアップ 8%、まあ、付与効果はちょっと予想って感じですね。いや、冷静に配布のビジョンカードで攻撃アップ 50% あるのって結構やばいなと思うんですけど、どうですかね。物理キャラであればどれ取っても使いやすいし強いので、 FF7 インターグレードコラボでまあ配布されたユフィのビジョンカードだったりとか、ドラクエタクトのコラボで配布されたこのスライムのビジョンカードもそうなんですけど、相変わらず幻影戦争の配布のビジョンカードってめちゃめちゃ強いですね。で今回ブグ VC というところで対象が、まあ、剣、拳、メイスなんですけど、対象キャラを並べるとこんな感じですね。うん、まあパッと見て、まあやっぱりこうどういう風に使うのかっていうのは僕の中ではパッと出てこないんですけど、特定の属性ですごい強い組み合わせがあるかっていうと、まあ強いて言うなら、ユーアルとマシュリーとブラッドレイの3人の土属性とかですかね。まあ打撃系のキャラクターがやっぱり非常に強い環境ですし、打撃系のブグ VC が非常に多いので、まあ、打撃パーティーを組む、まあ攻撃 50% 枠として使うっていうのが、まあ1番なのかなって。まあ2番目ぐらいに、まあ土属性のブラッドレイ、ユーアル、オーマシュリーっていう感じで、まあ使うっていう、まあこの2通りですかね。この VC に関しては、レイドで配布でもらえるので、まあぜひ頑張って貫突までかけら集めましょうってところですね。最後まとめってところなんですけど、こんな感じですね。ダークバハムート、まさかの、真の年始キャラはこいつだったというところで、光闇の柔軟性が上がるビジョンカードかなと思うので、かなり強いかなと思ってます。まあ、ただ光属性闇属性の必須ビジョンカードというわけではないかなと思ってます。光属性も闇属性も範囲耐性のビジョンカードはすでにあるので、まあ、ちょっと幅は狭まりますけど、まあ、ないと範囲耐性がないっていう感じではないので、まあ、必須級っていう形にはならないかなとは思ってます。あるとすごい便利っていう感じですね。まあ、ただ召喚獣がめちゃめちゃ強くなる可能性があるので、まあ、余裕があれば、引いた方がいいって結論にはなりそうですね。まあさすがバハムートって感じにはなりそうです。ブラッドレイに関してはめちゃめちゃ期待されてる土のキャラクターなんですけど、まあ、ちょっと土属性の不遇がすごいので、まあめちゃめちゃ強かったとしても、ビジョンカードとか、こう相方のキャラクターっていう、まあその辺の部分から、あんまり活躍できない可能性もちょっと高いかなとは思ってます。まあそもそも引く人も少なそうですけど、まあその分結構強いんじゃないかなとも思ってますけどね。最後が配布のブグ VC なので、まあ頑張って貫突させようってところなんですけど、性能はかなり高くて使いやすい能力かなと思います。ただまあ使える幅が狭いので、まあそういう意味だと使いにくさはさすがブグ VC だなってところですけど、まあ配布なんでね、頑張ってって感じですかね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は出読お知らせ参戦というところでお話ししてきたんですけど、いかがだったでしょうか。なんだろうな、最近の僕は本当に、まあ、性能とかで動画を上げてますけど、結構僕が引いてるキャラビジョンガードは、半分ぐらいは、まあ、自分の
単純な好みとかで弾いてるので、めちゃめちゃバハムート欲しいですね。別に僕光属性も闇属性もそんなにめっちゃ強い手持ちがあるわけじゃないし、セフィロスもねまだ115レベルなんですけど、単純にねバハムートが好きっていう理由だけでめっちゃ弾きたいなって思ってますけど、動画を見てくださってる方は、まあ、性能とかね、参考にして弾く弾かないっていうのを決めてもらえればなと思います。よければガチャとか育成の参考にしてください。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。